こんにちは。長野インターネット補足と申します。はい、いらっしゃいませ。すいません、自己紹介お願いします。はい、まあ、上洛寺の、前住職の今、天台座主になって大津の方に行っておりますけれど、その、住職の家内でございます、半田初子と申します。奥様ですね。上洛寺さんの管理をされているわけですね。あ、まあ、管理って大げさなことで、まあ、普通の家庭と同じですけれど、はい、やっぱり檀家さんがいらっしゃるのね、ちょっと、まあ、ここ団体さんがいらっしゃるとね、ごくごく、アウトラインを、とお話ししたりもしています。あ、じゃあ上洛寺さんに見えになった方々の説明をされてるわけですね。何かそのね、ちょっとっていうな言われた場合、もうお話なんかはもちろんできませんから、はい、ただその上洛寺の本当のアウトラインで、まあ、このね、合天井、これもみんな300年経っておりますんでね、はい、するとこの、欅の1枚板が6枚これ、その300年前からこれが あるわけですよね。なんかそんなことやら、うちのご本尊様は、はい、明観雑誌弥陀如来様と申しまして、はい、阿弥陀様なんですけどね、宝冠をいただいた阿弥陀様でございて、まあ、非常に知恵の深いお方だそうです。お守りをさせていただいてもなかなかあやかることはできないでそんなお話もさせていただいて、まあ、そちらのお部屋の上段の間といいまして、はい、ちょっと一段高くなっております。そのお部屋は、まあ、一般には公開しておりませんけどね、まあ、特に別にご覧いただく方々もいらっしゃいます。あ、そうですか、はい、ぜひ見たいんですけどなんて見せていただけますか今日は。はい、よろしいですか。じゃあ今、はい、ここ開ければいいんですか。あ、向こう電気もつけませんとね、はい、これで行きますね。いや、それではちょっと電あ、そう、じゃあ後でねちょっとだけ見せてください。はい、じゃあ北向き観音さんと、はい、この上洛寺さんとの関係っていうのはどういう関係なんですか。あ、まあ、うちのお観音様で、うちがお守りをさせていただいてますので、毎朝こちらからお勤めも参りますし、今ここでこの2年参りといって31日の、ね、晩から元旦にかけて大変な参りがありまして、続いて今年は三が日、また4日もお休みでしたのでね、お参りが大変、はい、なんかお寺さんというと朝早くから雑巾がけしてお勤めっていうイメージがあるんですけども、はい、ご住職さんっていうのは大変ですね。そうですね。やっぱりお勤め朝早いんですかこちらの。今7時です。7時ですか。この観音様の方が7時の、お勤めですので、それが終わって来てここでお勤めをして、で食事です。じゃあ食事は7時過ぎになっちゃいますね。そうですね、もう365日1年間、はい、はい、素晴らしいですね。もう半田さんとしてはそういう生活にはもう慣れてしまいましたから、ね、あ、それそうですね、何十年もですから。そうですね、はい、まあ、ご住職さんの奥様っていうことなんですけども、はい、一番なんか得したことって何かありますか。得したことですか。はい、まあ、そうですね、でもずっと何でもお観音様にお守りいただいて、何かの時に、本当にありがたいと思っておりますね。半田さん、お年はおいくつなんですか。失礼ですけども年はもうすぐそこ90です。まさに観音様に毎日、はい、お守りいただいて、こう年を迎えられたということでしょうかね。本当にいろんなことがあってもね、大したことでなく住んでいるっていうことは、お観音様に守っていただいてるんだなって思いますね。なるほどね。まあ、今年1年の初めとして、はい、まあ、善光寺さんと、それから北向き観音さんを
ね、お参りに行くとすごくいいっていうふうに聞いてるんですけど、その辺のところはどうでしょうか。はまああのまあ、最近ですけれど、はい、あの善光寺さんと観音様両方参らないと肩参りだっていうようなこともね、うん、言われておりますので、そういうふうな問い合わせも結構あるんですね、はい、どうしても両方参らなきゃいけませんかとか、どっち先参るんですかとかね、そういうような問い合わせがあります、まあ、どっちが先とかってそういうことは全くありませんし、はい、あのご都合につくときにね、参られればよろしいでしょっていうふうにお返事をして、まあ、ただし善光寺さんは未来往生を願う、うん、あのお寺ですし、はい、こちらはあの観音様が、はい、現世利益といって、もう現世が安穏に過ごせますようにっていう、うん、そんな関係から、うん、片方では片参りっていう、うん、両参りしないといけないみたいなことが言われてきてるんですね、うん、まさにこう若い人たちはこの、ね、別所温泉のにある観音様、北見観音様現世をこう一般にできるということなので、はい、ぜひ若い人に来てほしいですよね。そうですね、これから夢を持って行かれる方は、はい、ぜひこの観音様に来れば見守ってくれると、何か辛いことあっても最小限で済むという、そういうことでしょうかね。はい、そうですね、素晴らしいですね。でもやっぱりこの常楽寺さんの方へはあまりお参りには来ないんですね。はい、あまり見えませんですね、うん、昔はもう本当に誰も来ませんで、うん、あの涼しいですからね、子供たちなんかお昼寝させるのにはもうね本当に、はい、あの必ず物かけて寝ないと風邪ひいてしまうぐらい涼しかったんですね、うん、今もとてもとても人さんがお見えになりますんでね、うん、そんなわけにはいけませんけど、まあ、北向観音様が増えるにつれてこちらの常楽寺さんの方にも少し増えていくっていう、まあ、ことを、まあ、観音様ももちろんそうですけど、今ね御朱印っていうものが流行りですね、はい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 、ですからもうそういう方がまあ、あのうちなんかは割に少ないですけどね、それでも昔は一つも一人もそういう方いらっしゃらなかったんですけど、うん、今はもう年間通じてね、はい、あのもう安楽寺さんや観音様の何分の1かも、うん、あのいらっしゃらないですけれど、御朱印っていうのはどうすればもらえるんですか。あの御朱印帳というものがあの、はい、いますんでね、それを持ってあの本来は、うん、あのまあ、般若心経のお写経をして、はい、そしてあの、まあ、先祖の供養とかの平和とか身体健全とかいろんな願いを込めて写経をいたしまして、うん、それをの本尊様に、うん、あの願ってお供えするっていうものなんですけれど、はいはい、まああの般若心経一貫でもちょっととても大変ですもんね、うんうん、あのまあ仏様にあのの姿として、うん、あの仏その本尊さんのお名前をいただ藩とね藩校とそのあのうちの観音さんの名は妙観雑誌弥陀如来様って言うんですけど、うん、そのあのお姿をこういただいて、でそれで、まあ、この世でもうこれ3冊目です4冊目ですっていう方もね結構いらっしゃるんですけどね、で、まあ、それをあの亡くなった時お棺にね、うんうん、一緒に入れていただくとこの世で積んだ功徳がそこにあるということで、はい、ぜひその朱印も一緒にあれなんですね、お棺の中に入れるそうですね、ことなんですね、最終的には、はいはい、あそれはあの例えばお布施みたいのを お願いするんですか。あの本来はお写経をして、うん、それを納める場合にはあの私 の本山なんかにね自転夫人なんかでする時には千円を添えてお供えする、はい、それはみんなご供養ですね、うん、ですけれどあの御朱印の場合は、はい、あの一家寺であのそのお名前いただくと300円なんです、
そんなにお手軽なんですね。はい、ありがたいですね。そうですね。でまたね、あの旅のをしてる方たちなんか、はい、これでね、あのいつどこに行ったかっていうこともね、うん、思い出したり分かったりするのよって言ってね、はい、あ、いいですね。はい、大体しお主人さんにはあのなんて言葉を書くんですか。あ、このあの仏様のお名前を書く。あ、そういうことですか。はい、妙観雑誌弥陀如来。すみません、もう一度お願いします。妙観雑誌弥陀如来と書くんです。で、あの法拝と書いて、で真ん中に あの、あるお名前入れて、でここへその日付をね入れて、で寺の名前を書いて、それで300円でいいんですか。はい、300円。ぜひまた今度私、ご指摘行きますので、はい、その時はお願いいたします。お尻の話は面白いですね。それはね、昔はね、本当にそんなあれはなかったですけどね、だから何も本土いらっしゃるって方もいらっしゃらないから、もうのんきな顔してお昼寝させたりね、あのやってましたけど、今はもうとてもそんなわけにはいきませんけど。そこへ来ればいいんですか。先ほど何人かいらっしゃったけど、はい、その方もご主人だったんですかね。はい、あのそこがご主人所がありましてね、はい、そこへいらして農協所を持っていらっしゃる。北向観音にはないんですよね。あります。 ありますか。はい、あちらは千手観音様ですので、千手さんも千手観音のご飯がありまして、それは同じ主人所でいいの。あ、いや、いいです。いいですね。はい、神社と寺と別にしてらっしゃる固い方もいらっしゃいますけれど、まあ、神社も寺も同じお帳面でね、書いてもらってらっしゃる方も結構多いですね。やっぱりそう、別れるよりね、一緒にね守ってもらった方が日本人的な感じもしますけど、はい、お神様も仏様もね、はい、みんなで守っていただければありがたいですね。ぜひやりがいのある仕事だと思いますので、ぜひお体に気をつけて。もちろんで、字なんか書けませんから、ずっとお断りはしてたんですけど、はい、まあ、住職が早くから本尊の方へね、教学部長だ何だなかんだとお役いただいて言っていることが多かったもんですからね、で奥さんでいいから帰ってくださいなんて、もうミミズのあったような字じゃ申し訳ないからって言ってね、初めは帰っていなかったんですけどね、だんだんそういうわけにいかなくなって、もう実際書いてらっしゃるのですね。はい、書かせていただいてます。人のためになってるってことですもんね。いやいやいや、ためにはなるかならないか分かりませんけど、まあ、それだけね、ぜひ元気に今後とも続けてください。ありがとうございます。